カースス。カースス。カーシス。カーツイスはユニックス系システムでの端末制御ライブラリーである。テキストユーザーインターフェース、ついアプリケーションを作成するのに使われる。名称はカーソルオプティミゼーションに由来する。文字のみを表示する端末。例えば、VT100 を表示に使うアプリケーションが画面を管理する機能を集めたライブラリーである。 プカーセスの API の解説書はいくつかある。最も一般的な実装では数千に及ぶ様々な端末の機能を示したデータベースを利用している。端末データベースではなく専用デバイスドライバを採用している実装としてはプデカーセスがあるが、そのような例は少ない。ほとんどの実装ではターマンフォを使っており、一部はタームキャップを使っている。 古い端末でもほとんどの場合動作可能であり、単純な点が長所である。ビットマップ画像や様々なフォントを必要としない、アプリケーションでは、XWindow システムを使うよりも Carsus を使った、実装の方が単純で高速である。Carsus を使用すると、プログラマは特定の端末装置を考慮せずに、文字ベースのアプリケーションを書くことができる。Carsus ライブラリーは、実行時に使用している。 端末装置を判別して適切に制御等を送ることができる。カーススでは実画面を一つ以上のウィンドウをマップしたものとしてモデル化する。各ウィンドウは文字の行列であり、プログラマは必要なウィンドウを実際に表示さた応に内容を設定してカーススに対して画面の更新を指示する。カーススは内容の更新状況を調べ実際に 画面上で書き換える必要があるところだけを書き換えるような制御文字列を生成する。つまり、プログラマは画面にどう表示したいのかを文字行列で示し、カーススがそれを実際に表示する作業を受け持つ。が開発し、BSD Unix の一部としてリリースし、ローグというゲームなどで使用された。カーススという名称はカーソルオプティミゼーションに由来する。また、 時売りバイエディタでカーススが使われているという趣旨の解説が記載されている場合があるが実際にはその逆でバイのカーソル移動のコードを参考にしてカーススが書かれた当初タームキャップライブラリーを使って実装された数年後カリフォルニア大学バークレー校でバイとタームキャップを改良していたが AT&T に行きターマン4を使った別のバージョンを作りそれが ユニックスシステム E とユニックスシステム V に採用された。後者はライセンス上の制限があるため、BSD と AT&T それぞれのバージョンは独立に開発されている。AT&T 版ではターマン4を使っただけでなく、以下のような改良も行われている。AT&T でのカースス開発は1990年代中頃に終わり、同じ頃、X。 オープンがカーソスの API を定義した。その後も、N、ムカーセスとの開発は継続されている。BSD 版カーソスは、ネットブスドで保守されており、多倍と文字対応、タームキャップからターマン4への移行などが行われている。ムカーセスは、カーソスの代替として、Linux、オパンブスド、フリーブスド、ネットブスド向けに GNU プロジェクトで作られたライブラリーであり、 その後、パズイックス準拠のユニックスに移植されていった。プデカーセス、パブリックドメインカーセスはユニックス以外の DOS、Windows、OS、になど向けに作られたカーセスとほぼ同じ機能を提供するライブラリーである。クロスプラットフォームのゲームなどで、Linux では、カーセス、Windows では、プデカーセスを使っているものがある。1990年代には 4.4BSD で、 BSD 版カーソスにハイライト表示方法を複数サポートするなどの改良を施した。しかしこちらはあまり普及しなかった。それとは別に AT&T 版を真似た別のバージョンの開発が始まっていた。これには少なくとも2つの実装がある。p カーソス1982年開始とプレカーセス、パブリックドメインカーソス1987年開始である。 ムカーセスはピークカーソスから派生したもので、1993年にバージョン1.81から始まった。ムカーセスは今では最も普及している実装であり、これに刺激されてネトブスドプロジェクトでの SD 版カースの開発などが進められた。ムカーセスライブラリーは当初リナックス、オパンブスド、フリーブスド、ネトブスドを対象としていたが、 その後パズイックス準拠の各種ユニックス系システムに移植された。プデカーセスは API や機能はムカーセスと全く同一ではないが DOS、Win32 OS、Win OS2 のコンソール端末や X11 などで動作する。この両者間での移植は難しくはない。例えばローグライクゲームのは Linux 上でカーセスを使って書かれたが、 あとに、DOS 上デップでプデカーセスを使って移植された。カーセスは、テキストのみの表示デバイス、PC のコンソールモード、暗視端末、テルネットや SSH のクライアントなどで GUI 風の機能を提供するよう設計されている。カーセスを使ったプログラムは、テキストのみの表示デバイスでよくある、コマンドラインインターフェースではなく、一般的な GUI に似た。 ユーザーインターフェースを採用することが多く、テキストボックスやスクロール可能なリストといった、ウィジェットを使う。それによって、くらいよりも使いやすいものになり、同時にテキストのみを表示する、各種デバイスでも、利用可能である。また、GUI を使うよりも少ないリソースで動作、可能である。SVR4 では、カーススを利用した、言語、フムリーを導入し、 それを使ったテキストのみのユーザーインターフェースフェ c スを実装した。フェースはシステム管理用インターフェースに使われた。フムリーはソラリスでも使われていた。カーススを使ったソフトウェアが必ず GUI 風のテキストユーザーインターフェースを採用するとは限らない。例えばバイエディタはつい GUI 的なインターフェースではない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。